来週の音侍。え、何の鳥居もない丸坊主です。会社お休んでいます。壁です。元センターパートです。ほんまや。します。治ったよ。治ったって悪かったみたいな。でも今その就活をしてるんやったら今センターパートなんじゃないのかい。いや今はもう千葉で病院じゃないわ、実習と勉強してるだけなんで。そうか、まあ一旦そのフェーズが終わったから出れてるってことか。そう、病院見学に 4,5 月ずっと行ってまして、いや久しぶりやな。音侍マジで相当久しぶりちゃう。うん、そうかも。2ヶ月とか経つんじゃ分からんけど。そうですね、まあ音侍リスナーの皆さんには、音侍だけ聞いてるやつ、動画はタイムラグあるから1個も見てないけど、音侍だけそう見てる人。いやでもたまに聞くで、その動画はやっぱなんていうの、気持ち入った企画とか、なんかその見てて疲れるみたいな。音侍ぐらい緩く面白い方が好きやから、まあ、音侍がメインでみたいな。まあおってもおかしないか別に、うん、芸人のラジオだけ聞いててネタ見てないやつとかも別におるもんな。そうそう、なんか特に俺らのチャンネルはなんかその賢いみたいなメインチャンネルだと入れたりするから、はいはいはい、うん、そういうのいらんみたいな、面白いとこだけみたいな。うん、お久しぶりです。お久しぶりです。え、どう。いやなんかいいけどな。おしゃれ坊主じゃない、パリ坊主やろ、だって。うん、デスティニーに。うん、やからもう悪く言えへん、俺は。いや、パリに弱いんや。うん、パリに弱い。うん、頭上がらんねえ。うん、パリにはさすがに。うん。やっぱ長いものに巻かれるからな、ドアは。パリは長い。パリ長すぎる。さすがに。いや、パリ長かったよ、ほんまに。うん。街がもうおかしかったもん。京都みたいやった。あむずいむずい。観光地として別にまあ京都もそうで、ね、京都って街歩いてるだけですごいやん、説得力が。まあまあわかるわかる、みたいなこと。世界的に見たら多分パリぐらいの観光地なんやろうけど、ヨーロッパ版みたいな。うん、へえ。とはどっか行った、この期間。この期間、その出てない2ヶ月の間。いやでもほんまいろいろやから、実家帰ったりとか、お病院見学、実家付近のその病院とか行ったりとか。はいはいはい。まあまあ、もし関西で就職した場合は実家の近くでとかも考えててっていうので、まあ、実家付近帰って高校同期と会ったりとかもしたし、おうそうっすね。おお、これは面白い話がいっぱいありそうだぞ。いろいろっすね。でもなんか2ヶ月多すぎて長すぎて、うんうん、逆に何から話したらいいか分からんとかか。まあだから病院編、テニス編、うん、そのプライベート編みたいな。ああいいやん、ゆっくり聞きたいな。お病院編はやからその8個ぐらい病院回って、それは1週間ずつぐらい行くって感じ。あ、いやもう各2回とか。あ、2日ずつとかで。そう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 、だから合計の延べ16日分、うん、その病院見学、うん、自分が初期研修先としてこう就職したい病院に行って、うん、まあ、そこでどれぐらいそのあれやんな、研修医がサボってるかとかはみんなやる。そうそうそう、リアル研修医のリアルなその働き方とか、あ、ね、まあ、研修医の先生と、まあ、上級医の指導医の先生の、まあ、関わり合いとか。まずだから研修医っていうのは2年間あるんだよね、就職したら。そうです、初期研修っていうのを絶対2年してから後期研修をしないといけなくて、初期研修先を今決めてるっていう状態で、初期研修が終わったらもう一回また決めるんだよね、どこに行くか。そう、後期研修先を決めて。なるほど、長いよ。長いっすよ、医者は。一人前に医者になるには長いよ。そうっすね。だから初期研修終わったら一人前と思われがちないけど、意外とそんなこともなくて。全然っすよ。初期研修が終わってやっと患者を見てもいいぐらいになって、うんうんうん、そうっすね。まあなんか難しいっすけど、あんま医学のことについて言ったら炎上するかもしれないんで。でもイメージ、うん、後期研修が終わったらやっとなんか眼科医さんとかになれるみたいな。初期研修終わった時点では、うん、どうも眼科医ですとかは言えへん。まあそれは無理っすね、うん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 、でもその2年終わった後に何かに進むかを決めるみたいなイメージです。そう。おー、初期研修、じゃあまだ、そう、初期研修の段階はまだだから研修やね、ほんまに。そう、初期研修はいろんな顔回るんですよ、うんうん、内科、循環器内科とか呼吸器内科とかいろんな顔回った後に、うん、その2年やった後に自分が何かの専門医になろうかなみたいな。そう。でもこの専門医制度が叩かれてたりとかもすんねんな。おお。え、なんで？時事ネタとして詳しくなってる。いや、そう。これがな、なんかな、その、やっぱ専門医を取らないと一人前として認めてもらえへんみたいなのもあんねんけど、うん、でもその専門医制度って言ったら一個の団体が全てるわけ、各ジャンル。うん。だからなんか、利権なんちゃうかみたいに言う人もおるし、うん、意味あんのか取ってみたいな。給料も上がらへんのにみたいな、うん、でそのとんのに金いるところとかもあったりして、ツイッターとかではもうその
俺みたいな陰キャの医者が悪口書いてみたいな。大変なんよほんまに。いろんな努力、その努力しないとまずその試験とかもあるしね、もちろん。うんうんうん、大変なんすわ。そう、医者界隈、まあ、修行の世界というか。そうね、うん、まあそうっすねに進もうとしてんねや。そうそう、まあ、向いてるけどこいつは。で、病院実習して、病院見学して、まあ、そう、2日間はどういうことすんの、何を見んの、お前はどういう基準で見ていくわけ、その病院。まあ、例えばね、まあ、これ僕の言葉ではないですけど、うん、例えばまず朝集合します、うん、で実際の働き方、うん、だからまあ例えば外科の場合やったらオペ見学したりとか、うん、でオペ中のやっぱ先生同士の会話とか、うん、先生と看護師さんの会話とか、まあ、雰囲気とか、そういうのをやっぱ僕は気にしちゃってて、はいはいはい、その科の雰囲気なんで、実際僕が働くとしたらそこでそういう何、うん、コミュニケーションを取るんだなっていう、まあ、とは特にそのコミュニケーションの雰囲気気になるやろからな。そうそう、でその嫌な感じだったらきついもんな。めっちゃそのワンマンプレーとか、おその一番上の先生がもうひたすら厳しくて、はいはい、その来週と一緒ね。違う、そんなことない。合わせ編集樹木って言ってるのとは違くてそうチェックとかやってるところやとちょっとまあ嫌やもんな。ちょっと僕向いてんのかなみたいな思いますし、それと逆でその看護師さんとかともこう仲良く会話してるとか、はいはい、うん、オペの雰囲気がちょっと明るいことなんてあんの？え、めちゃめちゃありますよ。あ、そうなんや。うん、それはドラマのイメージだったら緊張。めっちゃ重そう。いや、そうですよね。感じじゃないね。いや、そう。いや、俺もそれ思ってたんですよ、ずっと、うん。その実習始めるまでは。でもまあ冷静に考えたら確かに外科医さんは毎日手術してはるわけやからな。うん、やっぱ脇あやとやった方が。効率もイエローしない。まあ、そうですね。確かにそう。めちゃめちゃ緊急度の高いオペじゃない限り、うん、もうそれからその呼吸数とか心拍数とか血圧とかがもうあまりにもやばすぎるってなってたら、やばい状態やったらそんなのんきに話してる場合じゃないかもしれないですけど、そうそう、もう予定されてて、まず雑談から始めたりとかするってこと。まあ、まず雑談からそんななんかコミュニケーションの始まりみたいな。いや別に仲いいやろもう元から。いやそうですね。だから集合して集合して、うん、ちょ最近どうみたいな。いやそんな。そっから始める。でもなんかその病院見学先で、うん、僕が YouTube やってることとかも知ってくださってる方とかもいて、そうそうなんですよ。迫害されんかった。全然迫害されなかったです。言われました。めっちゃ広められて。トワ君動画消したよねとか言われる？いや、それはそこまでですよ。そこまでファンやなアハ体験ぐらいそんな気づく人いないっすけど、まあなんか声でわかりましたとか。名前。そうやな、だってマスクとか帽子とかさ。名札とかもしてなかったんで、見学生っていう名札しかしてなかったのに。トワとは書いてないからな。来住とは書いてなくて。そうそうそう。あったとしても。で、声で気づかれて、みたいな。うん、確かに声かっこいいもんな。いやいや、かっこいいからじゃないよ。かっこよくした。かっこいいからじゃない。かっこいい。その声やったら気づかれへんよ。あれ福山やって思われる。全然そんなことないですけど。うん、なんかまあ普通に喋ってたら、うん、なんか、オペの、オペ看、オペ看、オペナースの人が、オペナー。へみたいな。みたいな。ちょうど、どんぐらいなんやろ ?40 歳ぐらい、うん、まあ、親世代ですよ。言うたら中学受験のママ世代ぐらいの方が、はいはい。グラフをもう、目皿にしてグラフ見てる人や。そう。うちの子どうしようと思いながらグラフ見てる界隈や。まあ、そう。声かけてくださったりとかして、まあ、っていうので、うん、いや、すごい嬉しかったですね。それに関しては。でも、ナースの人が見てる面白いと言ってくれたらいいよな。嬉しかった。嬉しかったな。なんかな。うん、もちろん医者も嬉しいけど、うん、なんか。そう。で、なんかでもまあ上級医の先生は全然知らんくてみたいな。まあ忙しいやろうしな、興味ないやろうな、知らんみたいな、うん、うん、でもそっちもそっちで嬉しいというか、そうね、フラットに見てくれてる、そうね、医学生として見てくれてる、ただの医学生として、うん、そう、何の色眼鏡にもそうな通さずに見てくれてる方が、まあこちら的には、まあ、今のトアぐらいスターなって思ったらな、みんな色眼鏡で見るもんな、やっぱやめてや、うん、やめてやで、そんなでも嫌やな、視聴者だらけやったら嫌やもんな。いや、そうなんすよね。そうだから、そうかもな、結構例えばまあ関西の病院やとしたら、その俺ってその関西でまあいわゆる大手塾ばっか行ってたんすよ。そうな、言うたらまあ中高も言うたらまあ浜学園から、うん、血力と長いそう浜学園大手中学受験から、うん、塾からその大手中高灘行って、うん、でその間鉄力会、うん、大手大学受験塾行って、うん、一浪して駿台大阪校、うん、大手予備校通って、まあ、王道やんな、だからそう、うん、
っていうのでもう知り合い多すぎて、おお、そうだから初期研修2年目なんですよ今、完全同期が、そうね、うん、ナダの完全同期が2年目で、一浪してたら1年目、うん、もうめっちゃおって知り合いが、あ、そう、友達とかもおんねや、いや、そうなんすよ、うん、で全員俺のことをそのYouTuber として紹介するんですよその研修移動期に、うん、まあおもろいもんみんな知ってるし、そうそうそう、でなんかもうそれが僕はあんま好きじゃなくて、まあその気使うな、まあ、気使うし、その最初のコミュニケーションしたいのに、そうね、そう、知られてる状態からコミュニケーション始まったらもうなんか一個上のステージから始まっちゃうじゃないですか、うん、一個楽になってるというか、そう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 、もうハードル一個超えちゃってますよみたいな、うん、みんなが俺のことを軽く知ってくれてる状態からスタートしちゃうから、わかるわかる、一旦忘れてくださいっていうのから始めて、まず俺のこと一旦忘れてくださいって言ってそのコミュニケーション始めて、うん、もうただの医学生として行きたいんで、マジで、まあそこで、でも確かにな、関係ないからな、そう、いや俺も確かに短歌の飲み会とかで YouTube のことばっか聞かれたりしたら、やっぱちょっとなんか別にええねんけど、いやそうなんですよ、 YouTube やってなかったら俺どんな感じだったやろなとか思う、ほんまにそう、あんもん、うん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 、いやそうなんですよね、だから知り合いが、まあ、それで得することもあんねんけど結局、うん、結局別に多分得はしてんねんけど、うん、みんなに知ってもらえて、間違いない、でもまあそれはわかるわ、そうで、なんか全然知らん人、俺のこと全然知らん人ばっかりの病院とかが逆に良かったりしましたね、まあ居心地いいかもな、なんかマジでフラットにただの医学生として行けたところがすごい逆にググッときたというか、うん、ああ自分の中でちょっと良かったなっていう、そうそうそう、でいわゆる人気病院ってまあその研修同期がすごい多かったりとかするんですよ、うん、20人おるところとか、まあ、10人おるところとか、うん、で10人とか20人とかおったら1人は知っちゃってるんですよ、まあ、お前ぐらいになったらな、声もかっこいいしな、ええ、声は別にそんなええや一旦ええや、声は、声の話はええや、うん、飛び出す安藤にも似てるしな、飛び出す安藤を知ってるってことは当を知ってることになるしな、ありえるかもねそのパターンも、うん、ワンチャン、うん、ワンチャンありえるかもね、あんまないぞ、でも顔似てるって言われてたけどな、ちょっとマジでどこがやねん、コメントなんか笑顔が似てるって言われてた、あ、そうかも、向こうもでも登録者1000人超えたからな、いやそれめでたい、おめでとうございます、おめでとうございます、飛び出せ安藤チャンネル、違う風穴開けるずの、おめでとうございます、笑いのない笑いのなんとかみたいな、なんか変なタイトル、変な名前やった気はする、うん、っていうので、そう病院見学はそういろんな病院を回って、そうよかった、いやまあおもろかったっすね、てかなんかその社会やなっていう、これやってたんやっていう、ああそうそう、就活とか、うん、そうなんかほんまに知らん先生方とか、うん、まあ目上の方ばっかりの状態で、うん、こういかに自分をこう残せるかみたいな、まあ確かに、うん、なおさら、まあ、就活とかもそうやけどあれやもんな、医学の能力とかだってもう今学生からゼロやん、賞味ゼロゼロゼロ、だからそのどうやってこのコミュニケーションで、そうそうそう、こいついいかもって思ってもらうかってことやもん、うん、そうですそうです、まあ別にそこまでね、その病院見学って関係ないとは言われてるんですけど、その採用に、うん、まあ回数がちょっと関係あるぐらい、うん、でそのどんなコミュニケーションしようが、うん、みたいなとこもあるんですけど、まあでも入ったらな結局上司になるわけやしな、そうそうそう、なんでまあいろいろね楽しくお話ししたりとかさせてもらって、どこの病院が一番良かった？いやいや、その言われへん言われへんねそれ、あ言われへんねん、あ全部良かった、全部良かったな、全部良かったな、でもマジでそのほんま1個しか言ってないんやんな、えそもちろんほんま1個そやな、見てる人8個言って浮気してるみたいになってるけどほんまは1個だな、だから2回を8個16回行ってる、1個に1個の病院に、ああなるほどな、16回行ったことやってる、それはそうやけどな、うん、16回行きました、うん、でもやっぱあれか、飯奢ってもらったりとかあんの、やっぱ医者の、そうっすね、あありましたね、お昼ご飯とかはそのご馳走してくれる病院とかもありますし、やっぱドクターペッパーとか飲ましてくれたりとかどういう偏見マジで全然その普通に石焼きビビンバとか、あいいね、あそう石入ってんな、うん、そのドクターフィッシュ飼ってる病院とかもありましたけどね、なんか、足つけてみたいな、金魚角栓取れるね、足病院ロビーちゃうねんから、ロビーな、ロビーに降りがちやけど、だいたい1階やけど、ホテルのロビーじゃないんだけど、うん、いやまあまあいろいろねご馳走させてくれるところとかもありましたね、いや懐かしいっすね、懐かしい、うん、もう懐かしいんや、そうですね、もう1ヶ月ぐらい前ですね、4、5月なんで、そうか、そうそう、もう5月末とかにはこっち帰ってきてて、
で実習、そっから1ヶ月また実習があって、はい、6月は実習始まってて、うん、って感じですね。だから普通に最近はまあ7時40分に病院に行かないといけなくて、お朝のん朝の7時40分に病院に行かないといけないんですよ。それは実習で千葉大がその早起き大学だから違う違う早起きか早起きかの実習で、まあ、早起きかにたまたま入ってる。そうそうそう、たまたまそれを回ってるっていう。東大にも早起きかはあるのかい。あるだろうな。そっか、40分、まあ、早めに死にます違う違う違う、早めに死にます、やばいって解決方法全然だ、早めに死にます、やめようや、そうだ、でも自分縮まるな、まあ、なんかうん、うん、まあ、な7時40分なんかに病院行かなあかんかったら、そんな生活してたら、ね、でも先生たちはもっと早く、そうやな、出るんで、お前がそうってことは先生らはもっと早起きて仕事してるから、そう、いやすごいっすよやっぱ医者は。死ぬやん、いやマジすごいなって思う、医者って死ぬやん。なんか最近その4、5月、まあ、4月ぐらいからちゃんとその就職について考えてるから、うん、もうほんま医者のリアルみたいな見ていくわ、ずっとそう、実際の働き方とか、まあ、こういう風に何時に働いて何時に大体帰ってるよみたいな、いやまあすごいなって、やっぱりこんぐらいしてる人がいてやっぱ成り立ってるんやっていう、まあな、なんせ平均寿命長いからね日本はすごいよマジで、何か知らんけど、怖えって思うな。そうか、うん、まあそれも科によってとか病院によって違う、全然違う全然違う。だからその自分の中で忙しいとこで働きたいなって思ってる時期と、うん、なんかそこまで忙しくないとこで働きたいなって思ってる時期が、ハイパーよりかハイポよりかね、よくしてますね。え、なになになに、その忙しい病院のことをハイパー病院って言って、ハイパー病院、うん、そうで忙しくないとこをハイポ病院、何の略なんかな、これはポーはなんやろな、はいや、あのギリシャ語かなんかで違う、あそうなん、あのハイ解剖とかでさハイパーなんとか動脈とかさハイポなんとか、あるあるあるとかあんねんけど、その上下みたいな窃盗時が由来になってるらしい、うん、あそうなんや、へえ、そうそうそう、俺豆知識だけあるから、すごい詳しいな豆知識、やるな、やめろお前、医学か今の言葉やろそれ、すげえ、そうやな、うん、言葉に詳しい言葉に詳しい詳しい、それは詳しい、うん、いやそうさすがやな、それで迷ってんや、迷ったりとか、だからもう時期によってめっちゃ変わってて行きたい病院、まあその時何見たかでも違うしな、いやそうそうそう、その時にその相手してくださったその先生とかが、うん、めっちゃその自分と馬が合う先生とかめっちゃいいなって思える先生とかやったりとかしても、うん、すごい上がっちゃうし、そ の, その先生がいい生き方してたら、じゃあこれでいこうかなってなる、めっちゃいいやんみたいな風に思っちゃうし、めっちゃむずいんですよ、だから病院選び、そうやな、でもね、どの病院に行けるとも限らないんですよ、まあな、その病院側が自分 の, そのランクを高くつけて くれないと、うん、自分がどんだけそれを所望しても所望てお前言うやろ、こうやったお前言うやろ、所望やんけ、お前ええやろ所望言うやろ、アンギャとかアンギャ69回生狛井弁なんや、お前映ってる、所望言うでしょ別に、そうで出会えたもん、俺ぐらい尊敬できる先輩には、いや出会えてないですけど、そやんなそやんな、うん、いや出会えてないよそりゃ、来週見てた、あでも見てくださってる人結構いらっしゃいました、あ違う違う違う、えあ俺、うん、この期間、うん、4、5月やっぱ忙しい時に、うん、確かにな、やっぱ心の支えとなるのはやっぱ来週の面白い動画、まあでも見たい時は見れましたね、どういう意味やね、どういう意味どういう意味、見たい時は見れました、いや見たい時は見れた、だから見られへん時もあった、心の焦りが基本あるんですよ、その大学受験生みたいなもんなんで、まあそうな、今言うたら8月にその採用試験があって、うん、それまでにテスト勉強もあった、ね、ありえん膨大な量 の, その医師国家試験対策をしないといけなくて、はいはい、基本も何かに追い込まれてる状態なんですよ、うん、でその状態で例えば1時間分その何やろ休憩して来週の動画を見れるかっていうと、めっちゃ追い込まれてる時はもちろん見れないんですよ、はあ、今俺結構進んでるなっていう時じゃないと、そうなんか今日一日頑張れたなみたいな日しか見れない、へえ、そういう時は見たいなって思って見たい時は見れたそうだ、みんなそういう時見てんねや、いや多分違う、みんなは違う多分違うまあでもそういう人、まあでも頑張った時に見るとかあるんじゃない、うん、頑張って疲れたから面白いもの見たいなっていう、うん、でもやっぱ逆にその視聴者目線になれたというか、そうやな、うん、リアルに、あこれ押すんやとか、俺うわっ、えこれ押したなみたいな、このサムネで選んでみたいなこと、うん、
でもその初見じゃないから、うん、その初見ファンの気持ち知りたくなっちゃったなっていう逆に。ああチェックされてる動画とかを見ちゃってるってこと？いや違う、その初見じゃないだから、例えば壁さん知ってる、あまあ来週を知ってるから、来週を知ってる、まあ言うたらその子さんみたいな立ち位置じゃないですか。まあコアファンやからな。そうだからそれの目線やったら、例えば最近あのリリちゃんの、うん、リリちゃんクイズね、獄中手記クイズ、はいはい、コアファンとしてのお前はどう思った、うん、いや面白かったですよ、うん、いや最近シンプルにやっぱパフォーマンスが、いやそうやで、いやそうやね、うん、そうやね、顔色もいい、そうやね、ね、みんなやっぱ指摘してると思うけど、うんうん、もう仕事に行くのをやめちくりというもの、うんうん、いやすごいよ、やめてからっていう意味、うん、いや分かってるよ、やめちくりというもの、うん、やめてからなではなくてな、うん、やめちくりというもの、そうやな、 TKR なんでもいいからその、 その母音次第で、うん、やめところな、やめところというもの、ようなってる、いやそうなん、やめちちくりね、やめちちくり、あれこれやめたところ、やめたところ、やめ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 ちちくりくり、やめやめちちくりくり、そうやめたところね、やっぱすごいっすよ、マジでパフォーマンスが上がってる露骨に、うん、いやそうなんや、これすごいよな、うん、ようできてるで、やっぱトアがおらんくなったらなんか壁すごく、そう、うまいことやっぱ補填し合ってんねやなっていう、人ってすごいよね、うん、いやすごい、俺がパーマにしたら坊主にするし。せやな。そう髪型ももうグラフなんか YouTube のさ、あるやん。なんか、メンバー、なんかこういうさ、はいはい、いろんなやつが。あれ25年前からの、そうそうそう、なんか、将棋のタイトル数の推移みたいな、そうそうそう、グラフがビーって伸びたりさ、将棋が最近熱いからって。そう、それとか、うん、そう、みたいな感じで、やっぱどんどんね、いろんな面が見えてくるなっていう。逆にじゃあ、その、普段はさ、YouTuber 目線で見てもうてるわけやん、うん、その視聴者目線になってさ、来週以外で初見でどういうこと思ったとかある？やから、うん、なんやろ、そのやっぱ Twitter 大事かもなっていう、宣伝 Twitter、 ああそうね、うん、うん、Twitter もね、僕めっちゃ最近減ってて見る頻度が、まあツイートも少ないしな、そう、シンプルに見る頻度が少なくて、やからおすすめみたいなとこしか開けてないんですよ、うん、はいはい、フォロー中の右はもうちゃんと見てなくて、そうそうそう、そっち見てなくてもおすすめみたいな、うん、伸びてるツイートだけ回ってくるやつね、そうそうそう、そしたらもう壁さんがですね、獄中手記のねツイート、うんうん、何回もしてるんですよ、うん、その宣伝ツイートみたいな、うんうん、ほな見るわってなった、ああ、やっぱちゃんと宣伝するのは大事と、そうそうそう、 どんぐらいパフォーマンスいいやろみたいな、この動画に熱意があるんやっていうのがちゃんと伝わるんだろうな、そう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 、確かに、だからそれをその全員がやるんじゃなくて、この動画絶対壁さんのパフォーマンス良かったんやなっていうのがすぐ分かったんですよ、いやまあそうやで、そう、うん、こいつカスやん、うん、いやでもそれで見てる人も多いと思う、まあそうやな、絶対、うん、お前正直なやつやな、いやそう、だから素直やなと思って、うん、その見て、でコメント欄とかも見るやん、その動画の、うん、お前まだ褒められたいねや、いや YouTube 歴3年半で、そうそうでその何分何秒何々みたいな、ここの、うん、これすごいみたいな、うん、とか見たりとかして、うん、おお全部壁さんやとか思って、うん、じゃあ壁さんにがいいねしてんのかなとか思いながら、そう、うん、いやまあいいねは俺もしてるけど、うん、いや面白いと思って、うん、でも実際良かったマジで、うん、3人の織りなすマリアージュとそのベテランさんの解釈というか、マリアージュって言ってるやつおったわ、うん、コメントで、そう俺ちゃうで、別に俺ちゃうけど、うん、そう引用ね、そのコメントを引用、そう YouTube スタジオとかももうアプリ欄から消してて見ちゃうから、見てまうもんな、コメントとかさ伸びてるかどうか見てまうもんね、そうそうそう、あれって見ちゃうから、もうできるだけ遠ざけないといけなくて今、うん、その一番もったいないから、そうやな、そう今そのや活動休止っつって言ってて、中途半端にその情報入ってきてたらそれが一番学びない、そうそうそう、だからその来週のまあ編集グループとかの、うん、まあそれはまあその見ちゃうからたまに、うん、その絶対受動喫煙みたいなのと一緒で、うん、もういっぱい溜まってたら見て、まあこんな感じだよみたいな、あこいつ修正されてんなとか、うん、あこいつめっちゃなんか馬なってんなとか、うん、そうみたいなとか見て、あ聞いてるかスタッフ思ってるぞ、めっちゃ直されてんなとか、そう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 、こんなん間違えるんやとか思ったりとか聞いてるか、そうそう、もうちょいセルフチェック頑張ってから出したらいいのにとか思って、そんな早くする必要なくて、いやせやねん、そのいや俺の時間を奪うからな、トータルのストレスが溜まっちゃうのは、うん、その早く出して精度が低いことやからとか思いながら、いやせやねん、そうやねんな、そうそうそう、提出前に1時間確認してくれたら向こうの1時間と俺の2時間が浮くのに、そうそうそう、ほんまにそうとか思いながら、チェックの方が絶対時間かかるからな、うん、そのだって送んねんもいちいち、そうそうそう、とか思いながら、スクショしてな、
見てたりとか。って言うて。うん。まあでもそれはわざわざ言ったら、その、熱くなっちゃうから、また YouTube 熱が。そうやな。YouTube 熱が熱くなったら、YouTube スタジオをまた入れちゃうから、あかんあかんと思って。まあでもそうやな。だって自分が関わってないのにさ、10本中何位か出て熱くなってる時間ってマジ、一番わけわからんもん。意味わからん。そう。何もしてないのに、マジで。うん、出てもない、企画も立ててない、編集もしてない、チェックもしてない。うん、で、まあ、見るは見るけど。ただ先輩が頑張ってる。いや、そうそうそう。状態のやつ。ただ、そう、自分が属してるグループの、うん、そう、動画が伸びてるか伸びてないかなんて、一旦は、その、そうね、そう、置いとかなあかんのに、まあ、見ちゃったりするんですよね、結局。うん、でも、じゃあ、全く動画の内容を知らん、編集チェックとかをちょっと見てんねや。うん、いや、そう。だから大体、スクショだけ見て。うん、だから動画の中身わかる。大体。そうやな。そう。確かに。なんとなくこういうこんな感じなんやみたいな、うん、そうそうそう、いやでもそ面白いですけどね、その違った視点からこう来場見てるというか、まあ、そうやな、マジでコアファン目線、そうやな、なんか最近のでとそれそのが良かった、獄中主義、獄中に主義、俺のことは褒めてくれへんのかな、いやいやずっと頑張ってるよずっと頑張ってるから別にその取り立ててみたいな、なんか最近そのこうそうね、伸びたからなパフォーマンス、壁でいくとそれうん、うん、ベテランチもずっとその高いところで頑張ってるから、うん、そうです、まあ、その逆にしぼんだら、まあ、その俺が元気づけないとみたいなでもこの前 LINE 来たわ、えな LINE 来たわっていうか、なんかの連絡をしたんよ、うん、なんかとはいえ今日も撮影してるし、うん、たまに撮影はしてたりとか、うん、なんかせなあかんこととかもあるから LINE して、めっちゃ返信早くて、でありがとうみたいな、返信早いなみたいな言ったら、いやこういう返信の速さが青松さんのストレスのを軽減するみたいな。多分その時俺が頭おかしなるぐらいの量の編集チェックみたいのしてるのを見てて、うんうんうん、そう、なんて言ってたかな、ちょっと見ていい、それ覚えてる、まああった気するな、それ。でもそんなんやったかな、こいつ偉いやつやなと思って、ちょくちょくそのそこら辺のケアはやっぱこっちがしないとなっていうので、その演者側がその辺のチェックは、まあそうかもな、その編集チームとのあれ、演者の中でそのケアし合うことで、そこの下に当たらないというか、まあでも壁さんは今ほんま上り調子なんで、結構そのままで、うん、そのままでいいと思います。あ、ほんまに今ほんまに旗から見てて、まあそれはでもみんな思ってるんちゃう、普通にめちゃくちゃいいです、壁はそのままでいいよ、パフォーマンス、壁はそのままでいいよです、めちゃくちゃパフォーマンスいいです、マジで。あ、そうや、来場への貢献度めっちゃ高い。今サムネをお願いしたんや、でサムネの写真ちょうだいみたいに言って、うん、すぐ撮って送ってくれて、あー、あったな、でオケシャス、こういうののレスポンスを早めることがストレスを軽減していく。していく？もうそのユーチューバーみたいな。いや作っていく。そうやな。さばいていく。気まぐれ気まぐれクックみたいな。わらわらって。俺ってそんなにストレス溜まってそう？わらわら。いや溜まるのを防ぎたいだけです。おお。こいつ偉い。未然やな。うん。防いだ。素晴らしいな。未然防止。医者やな。医者。医者や、医者メンタルになってるやから、うん、学んでる早めに見つけなあかんから、いま、うん、だ病気になってない未病の状態で、そうね、早期発見が大事やから、うんうん、予防が大事やから、結局いやそうやな、うん、発症しちゃうと遅いから、そうそうそうっていうので、病院はそんな感じと、そうですね、病院はそんな感じで、まあテニスは飛ばして、あれそんな、まあそうやな、痛いか、まあ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 、時間はテニス、でもまあ優勝したんやっけ、優勝してない、どの2部か、2部で優勝、あ、入れ替え戦あかんかったみたいな言ってたな、そう、1部と2部の入れ替え戦負けちゃって、うん、それってラジオで話した LINE で話したんやっけ、 LINE では話しましたね、その活動休止の動画の、俺が活動休止とかやったんやんな、ののそう概要欄を書いてって言われた時に、その日に負けたんですよ、そうやそうやそうや、で、そう、珍しく LINE でなんか悲しそうな LINE 送ってきてた、そうそうそう、1部2部の入れ替え戦で負けて、負けませんでした、そう、春リーグ1部で戦おうと思ってたのに2部で戦うことになって、で2部で優勝したんですよ、5月の頭ぐらい、もう一回優勝した、そうそう、もう一回優勝して、そうなんです、でまた秋のリーグ前に1部と2部の入れ替え戦に臨むことになりましたと、うん、で5月の末ぐらいに個人戦があって、うんうん、100、200ペアぐらい、その関東の医学部、歯学部、薬学部、そう、まあ医療系の学部の、まあ関東の大学が全部出る、その個人戦200ペアぐらいあって、そこで8位になって。結構すごいよ。めっちゃすごいよ。うん、結構すごくて。ベスト8。そう、ベスト8。いわゆるベスト8。そらだって、勉強なんか1秒もしてこんかった歯大学部のわけわからムキムキのやつとかもおるやろからな。おるおるおる。おるおるおるじゃあかんねん。おるおるおるじゃあかんねんよ。うん。
おるおるおる、うん、でも強いよね。そうだからテニスだけで言ったらそれこそ全中出てる人とかもおるし、おお、まあそうやな、昔はむっちゃ真剣にやってたけど、いや、そっから勉強頑張って医学部入りましたよとか、うんうん、とかもおる中でベスト8よ。めっちゃすごい。何回勝ったってこと？だからえ 5 ぐらいか。おお、4回かな、1,2,3,4 回勝って5回目で負けたんかな。なるほどね、1試合目がシードやったから、はいはいはい、そうそうそう、4勝、めっちゃすごいな、4連勝ってことやね、4連勝して、うん、あと何回勝ったら優勝やから、1,2,3 回勝ったら優勝やったところを、うん、なんかそう言ったらあれか、なんかそんなすごくないまあまあまあ、うん、まあまあまあ、でもそうそう、ベスト8になって、でその遠い大で、そのなんか大分ってあれね、東日本医学部体育大会っていう、もっとでかい大会、そう、医学部生やから、東日本の医学部生が全員参加する大会、糸魚川静岡構造線より右にある大学東日本の説明はすげえすげえ、ちなみにな、糸魚川静岡構造線一応どこからが東日本が気になるから、うん、あるな、岐阜通るやつな、岐阜のリスナーはそう、うん、糸魚川静岡構造線ですよ、フォッサマグナ、懐かしいフォッサマグナ、大体新潟とかであるんかな、どこである、サッカーは新潟でやってた、遠い、あ、もう千葉は全部軽井沢、あ、テニスは全部軽井沢っすね、ソフトテニスは軽井沢、めっちゃテニスやな、うんうん、でなるべく公式テニスがおらんときに行くんやろうな、いや公式テニスはあの富士っすね、あーへー、富士でやってる、はい、いいな、優雅で、うん、山中湖ね、あたり、なんで知らんねん合ってるって、どこ間違うようさんの、うん、のそこでやってる、うん、でその遠い大で、そうなんかエキシビションマッチみたいなやつで、うん、東関東選抜対北日本選抜の団体戦があって、うん、ごめんなさい、どこからが北日本選抜かは僕の口からは福島と新潟をつなぐ線距離も、そう、へえ、なるほどね、こっち側、はいはい、で結構そのシビアなライン、群馬は関東、はいはいはい、でも確かに福島とか新潟とか医大結構あるもんね、そう、福島新潟ここやと思って、うん、はい、よりこっち側がオールノース、はい、北、うん、でそれよりも下が、オール関東、うん、でオール関東対そのオールノースのうまいペア、うまいやつら11ペア同士が団体戦をするっていう、うん、はいはいはい、おってことは入ってるってこと？それに選ばれまして、おめでとう。選抜？はい。関東選抜に、はい。めっちゃええやん。選んでいただいて。関東選抜なんや。初？一応はい。医学部の関東選抜やらせてもらってて。すご。はい。これ1年半前ぐらいのラジオでテニスの目標はそれっていう話をしてるんで。言ってた言ってた。うん、うわ。そう。実現した。そう、2年前かな。2年ぐらい越しに、そう、それが実現されて、カラオケかなんかでね、確か喋ったんですけど。で、去年はさ、時点やったんじゃなかった、うん、そう、去年は、そう、1個下で選ばれへんくて。ああ、そうや。12番目ぐらい、そう、で、選ばれへんくて。ざっくり。で、応援めっちゃしたみたいな。そうそう、応援隊長として、そう、頑張って。よかったな。言うてたな。うん。で、11ペアでベスト8やから、もうほぼ確定。もうほぼ確定で、もう、まあ、選ばれたんですけども。はいはいはい。へえ。いや、そうなんですよ。どうやったその試合は。いや、もう結構、まあ、もう僕もその味方のペアの後衛もその覚醒してて結構。へえ。膝もうえらいことならんかった。いや、膝はもうほんまかばいながら、かばいながら。かばいながら覚醒だ。うん、無理せず、無理せずの気持ちを。そう。冴えてたんや、じゃあ選択が。いや、そう。体はかばってたけど。サーブとかも入るし、うん、レシーブもいいとこ行くし、うん、もうそれこそもう、なんやろ。相手の後衛がもう全中とか出てる人で、そのベスト8決めの時、そう、そいつのもう超至近距離のバコーンっていうアタックをパコーンって止めたりとか、もう卓球みたいなことや、うん、この強いのにこう行くっていう、パーンって、うん、マジで近かったもん、パーンって、マジで近かった、うん、マジで近かった、怖かったけど、うん、なんかでもその日冴えてて、うん、パーンってラケットが動いて、うん、でそれが決まってこんなベロ出して決まって、うん、でまあそれもあって、やっぱ YouTuber やからやろな、威圧感やろな、なんかもう知られたんやろな、まあまあ視聴者さんですよ、相手の画面の中から出てきたやんっていう、でかく見えたやろな、うん、普段この画面で見てるからかそうやなってのもあって、そう、うん、なんとかもうテニスの目標は結構自分の中では果たせたなという、じゃああとは最後の遠い大楽しんでというか、そうですね、みんなでどこまでいけるか楽しんで、まあ一部に上がれたら一部でその最後の秋リーグ
めっちゃやるやんけ、ほな。まだまだやるやんけ。まあまあ、でももう結構ね、その膝もあって、あんまりがっつりはできてなくて、テニスも。そうなんや。今日もそう、午前、練習あったんですけど、ちょっとなんか起きた時にね、膝調子悪いか悪くないか分かるんですよ、もう最近。へー。そう。あ、そう。それから昨日の疲れが蓄積してる時とかは、もう朝起きた時点で膝がこう、キシキシ言うみたいな。滑らかじゃないなと思う。そうそうそう、滑らかに動く日もあれば、全然なんかギギギみたいな時もあって。わかるわ、俺もトークでそれあるもん。え起きた時点で。やば。起きて、あ、もうなんか今日頭、下の周り悪いわ、みたいな。ギシギシ言うわ、下が。寝てるかどうかだけやだいたいそうちゃう、みんな。今日は相当ギシギシ言うてます、ちなみに。あれ寝不足？あ、そうなんや。なんで？え、普通に昨日朝9時まで起きてたから。うわ。あ、それきついな。ほな、きついか。うん、まあまあまあ、今日は俺がいっぱい喋ってますんで。鼻も骨折してるしな。誰がお前、うん、これ何？ムバッペ。ムバッペが無理や。だいぶムバッペになってるから。まあな、形な。知らってオフシーズンのムバッペ。パリ坊主なんやから。うん、ほんまや。だいぶムバッペ。PSG の、うん、キリアン。あと俺、肘手術したしな。うん、え、なんで？いや、左肘、そのボール投げすぎて、トミー・ジョンしてん、こいつ。え？どん、何これ。これほんまは。めっちゃ擦り傷やった。見たらめっちゃ擦り傷やった。これはループで爆走してこけて。うわ、すごっ。アメフトのこけ方してるやん。タッチダウンと同じこけ方してるやん。珍しい。そう。で、こいつと一緒に銭湯行って、うんうん、2日前か、うん。銭湯でサウナ入ってたら、うん、サウナで、流れてるテレビで、ちょうどなんかループの事故。今ループで事故が多発してます。すごっ。映像流れた。ループの危険性を訴えかける映像を流れて。見事やな。全く一緒やつって。すげえ。前輪が持ってかれてなんか、うん、へガチガチャみたいな。なんか俺はあそこまでは行ってないみたいな。で、なんかその映像で、なんか、そのループの、そのなんか実験みたいな、うん、ループで引っかかったらどれぐらいの衝撃が与えられるかみたいな人形の実験あって、うんはいはい、頭蓋骨折れる可能性があります20キロがマックスなんやけど、ループって。うん、それでも。ノーヘルやったら、頭蓋骨骨折する可能性ありますみたいな。うん、俺はマジで10キロぐらいでいったから、うん、4分の1のエネルギーやったから耐えた。そっかそっか。よかった、でも。危ないっすよ、でもマジで。カーディガン着てたから耐えたな。いえ。一枚かましてたからじゃないで別に。いや、なかったらマジでここも全部やったかもしれん。確かにな。すごいな、そんな直線上に行くんや。いや、そう、すごい。ずっと。前へのエネルギーがもうわかるもんな。うん、ずーって行ったんやろな。うん、すご。芝生で火傷した時と同じ。いや、そうやな、ニグラで火傷した時と。うえ、ん、ぇ、うん。え、で、テニスはもう優勝して。そうそうそう。だからまあ、秋まで。頑張れたり。頑張るんかなっていう、その夏ですごいやりきった感があったら、もう夏でやめるかもしれん。うん、終わるかもしれんしっていう感じっすね。はいはい、はい、で問題のプライベートよね。うん、いやこれはねほんまにあれですね、なんか暗い時期あって、シンプルにあのとわが、うん、いやなんかねその将来部屋から4月末5月頭ぐらい、そうやったんや。めっちゃもうほんま全然なんか暗くて、なるほどな。なんかっていうのも、そのいろいろね、やっぱ将来のこと考える時期だったっていうのもあって。で、まあ今までやってた YouTube が急になくなってな、その代わりに勉強めっちゃしててみて。そうそう、YouTube、なくなって、で、その、みんな生き生きしてるのとか見て、うん、あ、いいなとか思ったりとかしたり。そうやな。そうで、なんか、医者、このまま医者なれんのかみたいな、この YouTube へのなんかちょっと未練が、あるというか、YouTube やっぱやりたい状態のまま医者なれんのかみたいな、はいはい、思ったりとか、中途半端なことしていいんかと、そうそう、とかなんか YouTube でまあなんか医学生として発信するのをまあなんか良しとしない人もいるみたいなのが、うん、まあなんかこう噂というかね、はいはい、のでこう伝わってきたりとかした時に、はい、これどうなんみたいな。なんか、うん、まあもし医者なってももうほんまにもうできるんかも。そうそう、医者なった時のそのマイナスにもその YouTube 活動がなってるとか思ったりとか、うん、じゃあ俺が何をやりたいんだと。そうやな、そもそも俺がほんまにやりたいことって何なんなんみたいな時期があって、うん、そう4月末とか5月頭とかで、うん、それこそまあ実家おる時とかにそのモードになっちゃって、うん、でなんかおかんとかおとんとかはやっぱりまあもうまっすぐその何やろ
その YouTube 活動が医者になる上でとか、まあ、医学生やっていく上でマイナスになるんだったら、もう YouTube は一旦スパッと切って、もう医学生としての、その、なんやろ、行動にもうフルコミットした方がいいんじゃないかみたいな。ああ、って言ってたんや。そう、っていう風に言ってて、うん、まあ、それが、ま、マイナスになるならね。そうね。実際、その、なんかしっかりなんか実害が出るんだったら、それは、その、一旦、ま、やっぱ大人の選択をした方がいいんじゃないかみたいな。うん、そう言ってて、うん、でも基本スタンスとしてはやっぱり息子がやりたいことを、うん、そのやってくれればそれを応援するしっていうスタンスっていうのは知ってたんで、うんうん、てかまあほんまに言うとそのマイナスなんのもおかしいっちゃおかしい話だからなまあね、その別に悪いことを発信してるわけじゃない。まあまあそれはそうですね、頑張ってる姿を見せるわけやから、うん、どっちか言ったらみんな医者に憧れたりとか、そうそうそう、医学生に勇気与えたり、まあもちろんプラスもあるとは思うんですけど、それはマイナスもねゼロではないっていうところで、うん、そうやな、そう、そこをやっぱ切り取られたら、うん、うん、そういう風に見えちゃうなっていうのもあって、だから YouTube はちょっとなんかマイナスみたいな風にもう親も思うようになっちゃってて、うん、でもその時はまだその YouTube 活動休止したてやったから、うん、そのまだその医学生にフルコミットできるようなメンタルをしてなくて、まだ、うん、YouTube やりたいなとか思いながら病院見学行くみたいな日々を、うん、ほんま俺は YouTube 楽しいのにな、そう、撮影もしたいのになみたいな、うん、それしたいし編集もそれ時間あったらしたいよ、したいなとかチェックもしたいなとか思ってる中でそういうフェーズになっちゃって、うん、でなんかまあ親ともちょっと言い合いみたいになって、あ、そうなんや、うん、もう人生25年6年やってますけどほぼ初めてですよ言い合いなんて、すごいな、でもよかったな、言い合いできて、まあね、言い合いというかまあほぼ俺がもう勘弁してくれって言うだけの回やったんですけどもう勘弁してくれっつってもう、うん、なんやねんみたいな、うん、もう勘弁してくれってめっちゃ言ったわ、うん、なんかもうとりあえず許されたくて勘弁してくれってもう何回も言って、でお風呂で発狂した、あ、発狂してない、それお兄ちゃんっすそれお兄ちゃんっす、うん、うん、そうかっていうのもあって、ほんでその動画まだ出てないの、え、そやっけ、うわ、そうか、そうで、あ、そうか、自分あ、それまだか、まあ、ええ、前編やろ、でもまあまあでも全然いい、出てる可能性もあります、はい、うん、いや出てる可能性はない、分からんけど、まあまあまあ、はい、っていうのもあって、うん、なんかそう俺何やりたいんやろなみたいな、うん、うん、時期になんかその軽くそのグループ LINE で言ったじゃないですか、こういうこういうことがありましてみたいな、うん、なんか、うん、こういうものが出てましてみたいな、うん、僕にこういうものが出てましてそうやな、の謎のね、うん、こういう謎といったらあれですけど、まあ、うん、そう、出来物みたいな、うん、こういうのがこういう状態でしてみたいな、はいはい、うん、なって、まあそのでなんか相談した時にまあいろいろ言ってくださったじゃないですか、言うたの、なんかまあ味方してくれる発言といいますか、まあそらそうや、まあまあまあそのいろいろね、それがあってまあなんとかちょっと持ち直してみたいな、あ、そう、うん、勇気与えちゃったか、まあ勇気と言いますか、勇気ではないって勇気ではなくてなんか、うん、まあそのうーん切り替えれたなっていう、そこで結構まあきつかったんですよその辺の時期が、そうか、なんかなんやろな、その何がきつかったって、うん、自分がめっちゃ悪いと思ってやってたことじゃないのが誰かにとって悪かったっていうのを後から知らされた時って、確かに、まあ、どうしようもないから、無自覚に人を傷つけてしまっていたのかという、はいはい、無自覚に誰かにとってのマイナスになってしまっていたのかっていうのを、そのでそれが結果的に未来のマイナスになってるっていう、うん、そうやな、うん、なんかもう未然にその時点では防がれへんかったことが、うん、そう後からこう指摘していただいて、で未来にマイナスにつながるよみたいなことになってたのがめっちゃ辛くて、うん、俺はもうその時はめっちゃ楽しかったしとか思ってたのに、うん、でもなんかこう捉えられ方というか、まあそれはまあ、いやでもそうやな、とはでも文句言ってなくてすごかったよな、いや言わないっすよそれは、文句は一切、もう俺こんなん言われたらマジ怒るけどなって、いや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 全然全然、でも、ま、俺も安田行動も座り込み、いやそうやんな、いや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 立てこもるよな、うん、バリケード、総長対話ここはやっぱね、そう、ああの東京大学の学費値上げ反対いたします、あれ反対派だ、はい、反対派でした、あ、いいやん、値上げ反対、はい、
そうやっていこうや。値上げ反対ムーブメント活動としてやっていこう。いや普通に今そのほんまに東大50年ぶりぐらいにその左翼運動起こってるから熱いらしいですね。熱いな。熱い。医学部のねあれの前でもあやってた。なんかそう昨日栗林さんがツイートしてた。いや集会とかしようや。いや俺ほんまに応援しに行こうかなと思って。うん、いやほんまに、うん、そのしかもそのめっちゃシンプルなのがいいわ。学費値上げ反対って、うん、普通に考えて反対やもん。まあな。え何万上がんの？年10万上がります。じゃあお前は40万ぐらい損するってこと？お前あと4年行くかお前。あと4回。もっとすぐ卒業するってお前。おい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 。40万か。きついな40万って考えたら。そうやな、ほぼ1年授業受けれるもんな。40もあったら。まあ、受けへんねんけどな。あ、そっか。席在籍料か。席置きサービスね。そうそう。レンタルルームみたいな。なるほど、なるほど。レンタルスペース。確かに。はいはいはい。ここまで、今年は何回授業行ってんねんっけ？今年は。今年度。テスト入れて3ちゃう？ 3？ うん。これ1回3万か。まあ、風俗ぐらいしてるな。高級な。なやば。1回3万値上げしてるんやからな。高級な風俗ぐらい。まあ、そうやな。レベルちゃうよ、ほんまに。すごっ。そうでもほんま値上げ学費値上げ反対ですってツイートしたら、うん、反対ですっていうか反対っていうのはちょっとなんか政治っぽい匂いするから、うん、学費値上げダサすぎるってツイートしたら、はいはい、東大生は金持ちしか行ってないんだからいいだろ我慢しろよみたいなリプ来て、頭悪すぎる。頭悪いな。すごいな。おるんや。そう来世のお前が東大に行かれへんくなんねんぞって言って、はい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 、うん、すいませんお伝えします。はい、で戻して。なるほどね、はい、もうそのまあほぼ完結ですよ。そこでまあ切り替えれてうまく心を切り替えてなんまあ一旦その医学のあれに集中しようと思ってそうちゃんとそこからまあ身が入るようになったっていう感じですね。医学の勉強とかもそうやし、うん、うん、まあプライベートって言ったらどうかわからんけどまあそのだって楽しいことはなかったんですか？今の話聞いてると何も楽しいことなかった3ヶ月みたいな感じするんですけど。いやでもね頑張ってたばかりの、まあ、楽しいんやろうけどそれまあまあテニスは基本まあ息抜きの側面もあるんで楽しいっすけど、うん、同窓会ってめっちゃ泣いたんやんな。あそれ2月ね。あそれ俺それ俺、うん、最近同窓会ってめっちゃ泣いてんの俺。あお前6回ぐらいこいつが2月でそうお前が最近か、うん、最近6回ぐらいね。あのイスラム圏でも泣いたりとか、うん、イスラム語のな右から読むやつな和訳したらあれになるけど、うん、あったけど、うん、いや楽しいことだからその受験期とほんまほぼ変わらんくてその仲間の少ない受験期最悪やん。あしんどいな。それから一緒に勉強するとかもないし俺がしたろか医学の勉強を一緒にもうまあまあまあ別にそれはそれでいいっすけど楽しいやろうけど同じレベルのやつやりたいよな。まあそうっすね。その 何をどんぐらいやったかみたいなのはそうでもなんかもう最近はそれすらも共有とかないから。そうね。でも医師国家試験ってなんか一人で勉なんか変にやること決まってるから共有する必要もそんなないみたいな。そうっすね。まあ結構自分の計画通りに自分で進めるみたいな。ああ確かに割と充実してるんよなんかカリキュラムとかイメージで塾とか無限にあるんでその量も理さんみたいにその俺の武器はこれでとかはないゲーム性とかではない、ね、マジでないっすね。どんだけ固めるか覚える理解するを繰り返すなんでどんだけまあその 長い時間をまあ程よい効率でやり続ければまあ大丈夫っていう、うん、結構そのどんな感じやん。なんかだからひたすら世界史だけやってるみたいな分からんけどまあ歴史何時代が強いとかあっても意味ないってことやもんあんま関係なくて、うん、まあそのそうっすね。どっちかって言ったら穴ないのが大事みたいな、まあ、センターやなだからな。まあそうね膨大なセンターみたいな感じだったな。膨大っすねマジで膨大な世界史みたいなセンターみたいな、うん、歴史に近いっすねだから覚え方としてはマジで暗記なんで結構掘り下げようと思ったら無限に掘り下げれるしみたいなうんうん、うん、っていうのをやっぱやっててでやっぱその受験期とかも別にそのめっちゃ遊んだわけじゃないんで、うん、で今もう受験2ヶ月前ぐらいのメンタルです、結構追い込まれてるな。いやそうやからその楽しかったことがあんまなくて。あそう。いやほんまこれ別に楽しくないわけじゃないんですよもうこれが普通になってるから俺楽しくある必要がないよな、まあ、そうそうそう楽しいのをその心の底から楽しめない気がするというか今。あそう
うん、ああもう遊んじゃったら罪悪感が勝っちゃう。そう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 、なんかもうあのね、毎日毎日グラフが更新されるんですよ。その千葉大学6年生何人の120何人中何位っていうのがポイントで出んねん。大体この辺ですみたいな。あなたの演習問題量はこれですとか出んねん。俺はずっと左下におんねん。そう、横軸が問題数解いた問題数、うん、縦軸が正答率。うわー、でそれが120個点があって、うん、で左から、だから俺は一番左下やねん、ゼロゼロ。なるほどな。そう。下位 20% とかのラインもあるんですよ。赤線みたいな。そう。はいはい。ここが国家試験落ちるラインですよ。そう。演習量下位 10%、ここの、ここまで。うん、演習量下位 20%、ここまでみたいなのがあって。8割、9割の人は受かるんやっけ。そうです。まあ、9割受かるようになってて。まあでも、就活やともっと高い方がいいけど。うん、そうそう。だから、最初は、始めるのが遅かったせいで、結構もう下位 10% とか、から始まって、うん、で もうこの時期って結構みんな勉強してるから、うん、追いつくのが難しいんですよ。そうやからもう日々その 2% ずつぐらい上げようっていうのではあ、そうそうそう、 2% ずつぐらい上げるつもりで勉強してたら、まあ 1% ずつぐらい上がっていって、だいたいまあ、うん、なんやろ、2週間とか3週間とかで、まあ下位 20% を抜けれるなぐらいの気持ちで、はいはい、でみんなだいたいどんぐらい勉強してるんやろっていうのを、その1日の演習量っていうのもみんなの分が出てて、うん、で大体平均1人50問ぐらい解いてるなみたいな、うん、何時間ぐらいな、時間は分かんないんですよ。でも1時間ぐらいじゃない、50問解いたら。いや、もっともっともっとかかるか。どれぐらいかかんの、うん、気持ち3時間とか。はえー、平均で3時間、まあ、ちゃんと復習したらそれぐらいかかるか、うん、復習とかしたらもっとかかるかも、うん、うん、動画見てとかもあるから、解説動画とかもあるから、うん、もっと、まあ人によって様々やと思うけど、まあ大体50問みんな解いてるってなったら、うん、それの、まあ大体 1.5 倍は1日とかなあかんなぐらい。気持ちで言うと。75問もやらなあかん。まあ追い上げてるからね。そうそう、追い上げやから、まあ75問ぐらい毎日やらなあかんなとか思いながらこう、やって、まあなんとか普通にまあ 20% は抜けれてみたいな。下位 20% 抜けれて、でまあ、あとはもうやるしかないぐらいの気持ち。ここからじゃあ今じゃあちょうど平均ぐらいまで戻したみたいなイメージ。まあそうですね、平均ちょい下ぐらいですかね、演習量で言うと。うーん、でこっからあと2ヶ月、うん、もう伸ばすしかないみたいな。伸ばしずの伸ばしずです、うん、だからほんまにね、その結構もう苦しい段階というか、でもこの時期乗り切ったらもう8月までに一応言うたら国家試験の合格ラインぐらいまで上げるイメージなんですよ。うんうん、その就活でどうせ試験あるからそこで上げといて、で年末の国家試験はもうすっと、そう、まあ、年明け、年明けですね、2月ぐらいにある国家試験まではまあのんびり勉強できるぐらいのあれにしとけばすごい楽やなっていうので、もう今はもうほんまに頑張るしかない時期、追い込み時期なんで、そこまでなんか楽しいことがあんまないですね。一個選ぶとしたら何？なんか一個楽しかったこれって。ああ、もう聞いてる人が泣いちゃうよ。高校同期と卓球したっすね。高校同期、やから。ソフトテニスや。あ、いやいや、そんな。卓球がそれより柔らかいみたいに。まあ、その。ボールで言ったら硬いよ。でもそうだけど。テクスチャーは硬いけど、潰した時は、ソフトテニスの方が硬いよな。うん。ピンポン球。むずい、むずい。確かに。そう一緒、うん。卓球したっすね。やから、あれはいつやったかな。母の日ぐらい。覚え方なんやねん。おかんの、うん、そう、おかんのなんかプレゼントを買いに行って、高校同期と一緒に、うん、俺のおかんのね、うん、でもみんなお世話になってるから俺のおかんに。そうなん、家来てたりとかしてたから、まあ、そう俺のおかんみんな知ってて、そう買いに行こうみたいな、でそれに付随して、そう晩ご飯シェカ行って、梅田の出た染崎、そう梅田のシェカ行って、うん、でラウワン、梅田のラウワンで卓球したっす、ね、スポッチャスポッじゃ、はい、卓球で入った。うん、卓球で入った。もう大人やな、うん。スポッチャでは入らずに。入らない。もう卓球で入ったんや。はい。卓球したっすね。あれおもろかったな。卓球楽しかったな、マジで。こんな楽しいんやっていう。卓球？卓球。でも確かに受験生の時で卓球してたな。してた。なだん時さ。俺はめっちゃしてた。高2ぐらいまでさ、うん、卓球場行って空き時間に卓球なんか絶対せんかったのにさ、うんうん、高3になったらみんな卓球してたな。うん。楽しいなんやろな、あれって。追い込まれた時にやる卓球がいっちゃん楽しいマジで。そう、なんやろな、お、なんやろ、疲れへんからかもな、あんまり汗かかんしな、あんまり、うん、そうやな、まず涼しいしな、うん、なんか空調がな、だいたいしっかりしてるのよ、うん、卓球する場所って、うん、でその爽快感はあるっていう、うん、テニスぐらい、うん、
あと音もいいな。思った。そうやな。言おうかなって思った。うん、なんか、うん、上級者になってきたら、カコン、カコン、カコンなよな、リズムも。うんうんうん、その、ライジングで打つから。うん、その、バウンドしたほぼ同時に、カカン、タタン、タタン、タタン。これが気持ちいい。うん、そうかもな。ラリーしてる時の。ほんまにそうやわ。なんか、初級者ばっかじゃなくて、結構その、ナダの時からやってきたメンツで、そこそこラリーできますよ、そうそうそう。うん。やから楽しかったっすね。そうか。バック、これが楽しい。いいな。バックとかもな。熱海でできへんかったもんな。いや、そうっすよね。卓球結構、ね、確かにやろうって言ってたもんね。自信に来やのに。自信に来てほどではないけど、やってきたんで。自信に来てほどではない。うん。やってきたんでね、やっぱ楽しかったっすね、それ。え、でもそれかもしいって言うなら。寂しいっすよね。え、でもだから外出あんましてないかも。その、そうか。めっちゃ遊びに行くみたいな。もうしこってるだけっすね。何やねん、何の前やっていやいや絶対振り返って振り返って2ヶ月をしたらなんか2ヶ月分のオナニーを振り返るのよ。だからさ、なんか8枚サムネイル出てくる AV みたいなあるじゃないですか。8枚え、その AV サンプルみたいな、サンプルみたいな、はいはい、8分の6ぐらいしこってる絵やって今2ヶ月の自分の一個卓球自分の俺の2ヶ月のここサンプル画像フィルムで振り返ってたらあ、しこってるスクショばっか出てきた、うん、ベッドの寝転んでスマホ見てとか寝転びじこりばっかりやったから VR で、うん、寂しかった。絶対変わんなその AV 絶対変わんほうがいい相当シビアやで、うん、ストイックな AV そうやな、リアルリアルしこり2ヶ月分でもそうかな。あ、なんか一回でも RDH で遊んだ時あったっすね。あれん時やな、オーディション、これも言ったらあかんけど、オーディション撮影した後。あ、はい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 、藤本の。その時か。シティが優勝した日。そうやそうや。マンシーが優勝した日か。そう、うん、その時もなんか良かったっすね、結構。そうか。でもそんぐらいかも、ほんまになんか目立って、対外的に遊んだの。でもあれは、狛江の動画出たやん。うん。どう思った？狛江の動画でも活動休止5やっけ、あれ出たの。じゃない ?5 やろ。5ではあるよ。4月以降ではあるよ。あれ5か。でも、いや、もう見ましたけど、狛江おもろかったな。うん、狛江すごいな。狛江おもろかった。あの動画。狛江おもろかったな、あれ。あれ、あのパターン面白いな。ホチパターン。うん。うん。なんか変なやつを連れてきてちょっといじるっていう。うん。うん、でも別にその外れたこと言ってないから。向こうもな。うん。向こう向こうで。おもろかったな、それが。え、コメントどう思った？コメント？え、そんな別にまあ、良かったと思うけどな。俺は、マイナスにめっちゃ書かれてたけど、俺は。いや、そう。俺はいいと思ったけどな。でも。俺もいいと思った。うん。おかんだけやったな、その悲しんでたの。もうこんなん書かれるんやったら、やめやーとか言う。で、それ、これが YouTube やからって言って。そうか。うん。おかんだから、そうか、モラハラ騒動もあったし、そうやな。どんどんセンシティブなってんねや、もう。そうそうそう、お前を愛するから。そうそうそう。でも、モラハラに関しては、その、解決したんよ、うまく。うん。なんか、それもいいね、みたいな、うん、あの。いいねでは言えないけど、モラハラは。うん、そう、なんか、なんやかんや結局。説得したんや、親。なんやかんや大丈夫やって、うん、いや、まあ、説得というか、勝手に、うん、その、見せ方次第でなんか、いろいろ変わるというか。もう、狛江のやつは結構なんか、嫌がってた。嫌がってたな。いや、あのコメントさ、結構濃厚なさ、うん。前からとわのこういうとこ嫌だと思ってたんだよね、みたいな来てたやん。そう。あれ気持ちよかった。うん。あれ気持ちいいな、うん。うん。いかに俺らのストーリーテリングがうまくいってるかっていう。そうやな。いや、そうやな。物語な。うん。言ってたからな。YouTube 物語やって。俺？うん。あ、言ってたっけ？え、言ってた、言ってたと思う。あの動画で言ってない、うん、あの、解説する動画ね。言ってたかも。そうそうそう。狛江も言ってたしな、あの動画の中で。あれ言ってたっけ？いや、そのあれにするのもない。ああ、あったな。その、何にするって言ってたかな。そのストーリーにするのありですね、みたいな。うん、言ってた。最後な。そうそう。やはり気持ちよかったな。でも、とわのお母さん、ほんとすいません、はい。息子さんが叩かれてるところを見るの、確かに心苦しいかもしれないですけど、うん、そこがかっこいいんです。うん、まあまあまあ、こいつっていうか YouTube って、そうね、そうなんです。全く俺は何も思わんかったな、もうな、うん、もはや、あれよかったな。ここまで来ると別に何も思わんな。いや、ありがとうやな、むしろ。そうやな。だからカベス叩かれフェーズな、そろそろ俺来ると思う。いや、だから来るで。
来るよな。来る。だってもう社会人 YouTuber 給食の理由のショーツでめっちゃ叩かれてる。いや、せやんな、うん。いや、だから、こっからさ、うん、カベックズキャラいじりみたいなしていこうみたいに言ってるやん。うん、絶対来んねん。うん。嬉しいな。やってこうや。難しいよな、でも何を叩くかっていう。いや、普通にその、でもショートも来てたもんな。お前が仕事できないだけだろみたいな。うん、じゃあ、あれほんまサラリーマンばっかりで、多分。いや、サラリーマン、うん。みんなサラリーマン。な、でもあれって別にさ、メインチャンネル見いひんからさ、あの人らは。うん。多分。まあでも。フラッとそのショートが流れてきて、お、気持ちよさそうみたいな。叩いたら気持ちよさそう。いや、そうそうそう。いや、そう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 。でも、ほんまに。まともな人があのショートを見て、めっちゃ叩かれてるのを見て、いや、叩かれすぎやろ。って思ってる人が、うん、多分何万人かいるから。まあね。結果的にはめっちゃいいねんけど。うんうんうん。そいつらがファンになる可能性あるから。確かにな。逆にね。そう。だからああいう叩いてるコメントを残しといた方がいいね。うん。人って誰かが叩かれてるのを見たら好きになるから。うん。逆張るから、やっぱ生き物。だからこっから、叩かれてもう一段上の人気を得るっていう。いや、来るでー。熱いねー。うん。何しする？何して叩かれる？こいつはさ、もう勝手に見つけてくれたわけや、うん。強いオスになるっていうさ。やっぱ今までのキャラを裏切る部分があったら、そうね。叩かれるわけや。今までその後輩でやってたのに、強いオスを見せちゃった。うん。だからカベスのまだ隠してる一面を見せたら、うんうんうん、その、上がるよ、あれが。うん、注目度が。まあもうどんどん甘えていくしかないよな、でもな。あ、そうかもな。だから、しっかり者みたいに見えてたかもな。だから、社会人から。うん、ああ、はいはいはい。バブちゃん。バブちゃんのところを見せて。バブちゃんなっていうか、その。バブちゃん。いや、その。動物で言うと犬に似てるからな。タイだというか。なんせ動物で言うと犬に似てないから。犬。うん。そうか。うん、甘えを見せる。甘えていく、うん。サボる。そうか。え、その甘えん坊みたいな。なんか。甘えん坊みたいなこと言える？エロ、はい。エロ、はい。甘えん坊みたいなこと。甘えん坊みたいなこと言える？そういう意味じゃなかったんやけどな。甘えな。でもサボりとかってことでしょ？サボり、怠惰、甘えみたいな。あ、ってこと？で言ってるやと思う。え、もうどっか行っちゃうの？とかじゃなくて。甘えやな。早く帰ってきて、とかじゃなくて。違う。寂しいよ、じゃなくて。一緒に寝よう、とかじゃなくて。でもむずいな、うん。そうか。それってでも動画出せてる以上は。いや、でもそれは大丈夫じゃん。うん。それはいけるよ。うん。どこに表現するかね。だからポロシャツ着にしかもな。ああ、もう禁止。パリッとしてるから？いや、でもパリッとして言ってること甘えてたらいいか。ギャップか。ああ、もうこんなんでギャップになんのかな。うん、てか、お前そのさ、ポロシャツさ、お前似合ってるってさ、コメント欄絶賛されてたやん。うん。ごめん、1時間も超えてるのにあれけど。うん、てか先週のラジオさ、うん、初坊主やったよ俺。そうっすね。コメントがさ、うん、壁さんかっこいい、うん、超やったな。ビジュバックやったな。あざっす。あれ僕にはこれしかないんす。僕もうみんなの振りになることしかできないんす、うん、坊主なんで。うん、遅れてくるかもよ、この坊主を評価する。だいたい遅れてくるからな、そのそう、うん、来るか、一周遅れぐらいで毎回来るか、お前。いや、わからんって。絶対来おへん。坊主似合ってるなぁとか。誰も残念がってなかったんやから。あ、坊主だったこと。え、でも褒めてたくない結構。いや、俺は褒めてくれるのは嬉しい、ね。褒めてるやつもおれば。坊主褒めてくれるのは嬉しい。悲しんで前の方が良かったっていう声があまりにも少なすぎる。なるほどな。うん。いや、だから逆張ってるだけちゃうみんな。みんなが、うん、みんなが俺に合わせて逆張ってくれてるってこと。うん。まあ、ほんでお前さ、その好評やったポロシャツまた切ってきやがって。いや、まあ2週連続で。少ないの俺、シンプルに。あ、ほんまに服選ぶのだるいね。社会人じゃないもんな、うん、いや、そういうのだる。確かにその辺にあったシャツ着んねん。いや、うん、いや、見えてきた。前着てからこれ洗濯してないで。え、うん、ポロシャツ、うん、やったー、叩かれそう。叩かれるかな。あざす。でも前だって何日前？1週間前ちょうど。あ、1週間か。うん。いやー、あかんね。あかんね。よっしゃー。いいよっしゃー。1週間ぐらいで笑わん時あるなとか思いながらも。うん。ということ。結構撮ってんな、うん。早かったな。1時間早かった。楽しかった。1時間で楽しい、普通に。ほんま。ほんまは、よぎってるんちゃうん。いや、よぎってないよ。よぎってない。よぎってない。
ヨギータ。ヨギータ。長島のアンジャーディか。得意が色塗ってやるやつ。はい。全然大丈夫。頑張っていきましょう。よし。よいしょ。よいしょ。